いらっしゃい。ありがとうございます。
またいらしてね。受けたまわりましょう。受けたまわりましょう。またお待ちしてます。いらっしゃい。ありがとうございます。またいらしてね。ええ、
ほう。はい。うん。つまりはの、あら、いい匂い。ラピス、それは何を飲んでいるの？セリーヌ王女？これは別に普通のお茶です。よければ私にも一口くださらないかしら？え、いけません。こんなものを王女様に飲ませるわけには。大丈夫よ、だってラピスは普通に飲んでいるじゃない。ですが、これはそのお店で買った茶葉ではなく、私がその辺で摘んだ野草を使っていて。自作のお茶ということ？それは素晴らしいわ。お願い、ぜひ私にも飲ませて。そこまでおっしゃるならどうぞ。ありがとう、ラピス。な香りでとても美味しいわ。そうですか。それは良かったです。実はその茶器も自作なんです。茶器も？職人も顔負けの仕上がりよ。ラピスは何でも自分で作れてしまうのね。素晴らしい才能だと思うわ。褒めてくださってありがとうございます。でも本当大したことないですから。ねえラピス、もしよければこのお茶の作り方を教えてくれない？どの野草を摘んでどう作ればいいのか、ぜひ教わりたいの。もちろん構いませんよ。今度森へご一緒してお教えしますね。嬉しいわ。ありがとう、ラピス。いかがですか、アイビー王女。楽しそうにおしゃべりをしている女性たちは。ダメね、全然笑顔になれないわ。それはおかしいですね。僕の心はこんなにも踊っているというのに。あの光景で笑顔になれるのはルイくらいしかいないのではないかしら。そうですか、残念です。それで私を笑顔にするというあなたの策はこれで終わり？笑顔の私が女性たちと楽しそうにおしゃべりする、
その光景を見るのは諦めるのね。いいえ、まだ諦めませんとは言ったものの、具体的な次の策は浮かんでいないので、ひとまずお茶にしませんか。とっておきの紅茶を入れさせていただきます。あら、それは嬉しいわ。ありがとう、ルイ。あ、どうしたの。今、アイビー王女少し微笑んだ気がします。そう。アイビー王女、紅茶がお好きなのですか。ええ、けれど微笑んだ理由は紅茶ではないわ。こんな私なんかの笑顔が見たいと手を焼いてくれるルイがおかしかったのね。おかしいことなんて何もありません。王女の笑顔は素敵ですから。そう。あ、また少し笑顔になりましたね。もういいでしょ、早く紅茶を入れてほしいわ。かしこまりました、アイビー王女。もうピカピカにしちゃって。
恥ずかしいわ。いつもありがとう。またよろしくね。綺麗になるならありがたい。いや、大丈夫だ。あんたにとって恥ずかしくない姿ならそれでいい。お手数おかけします。綺麗な姿でおそばにいられて嬉しいです。汚れてて恥ずかしいです。助かるよ。こう隅々まで磨かれるとこそばゆいな。
ごめんなさい。あなたの望みであれば頑張るわ。これを作ればいいのね。こうかしら。食べられるものにはなっているはずよ。僕の狼にも食べさせたいな。うむ、世の好きな味。寝るのっていいわよね。その間はお腹が空かないし。神竜様、枕とかなくて痛くないのかしら。私はなくても全然慣れてるけど、今度作って差し上げようかな。あー、ごめんなさい。私ったら起こしに来たのに枕の心配を。おはようございます。
昼間は人気で、すみませんね。誰の運勢を占いましょうか。星の導きがあらんことを。可も不可もないかな。誰の運勢を占いましょうか。星の導きがあらんことを。へえ、素晴らしいよ。誰の運勢を占いましょうか。星の導きがあらんことを。まあいい結果だね。誰の運勢を占いましょうか。聞いてください。いらっしゃい。
北の城塞の一件で各国に託されていた指輪は全て回収できましたね。これで侵入側でも邪竜側でもない中立に属する紋章師の指輪はなくなった。一旦状況を整理しましょう。まずこちらの指輪は5つ、宿る紋章師はリン、ルキナ、アイク、ベレト、そしてカムイですね。対して邪竜側の指輪は7つ、宿る紋章師はかつての僕たちの味方、マルス、シグルド、セリカ、ミカヤ、リーフ、ロイ、それからリトスより奪われたままの青き風空の指輪に宿る紋章師だね。ここから12の指輪を集めるためには奴らと接触するしかありませんね。敵の本拠地であるイルシオンに攻め込むということか。イルシオンに。アイビー王女はちょっと複雑だよね。否定はしないけれど、攻め込むのはまだ早いのではと思ったの。指輪の数だけで言えばこちらが劣勢だわ。せめてどうせ勝ちを狙うならそれ以上はないと。最悪の場合また指輪を奪われる、そういうことですね。そうなったら今度こそ邪竜に対抗する術はなくなってしまうわ。ですがこのまま待っていても向こうから接触される可能性があります。奇襲はかけられた方が不利となる。いつまでも逃げ回るわけにはいかないな。かといって攻めに転じるには早い状況だ。ここから一体どうしたら。お話し中失礼いたします。どうしました。先ほど港町の兵より情報が。海上に多数の軍船が出現しました。炎紋章からイルシオン軍だと推測されます。またソルムに襲撃を。それが船は全てフィレネ王国の方角に向かっているとのことです。フィレネ王国にだって。確かめに行きましょう。それならこの先のコンペキ海岸に。フィレネとの国境に近いし海がよく見えるよ。航海は順調っと。このまま行けば僕たちがフィレネに一番乗りだね。そうだな。なんでセピアは僕たちに先に行けって言ったのかな。お手柄をあげやすいように。今度の指令は皆殺しだし、一番についた方がいっぱい殺せるもんね。僕自分で言うのもなんだけど、セピアには気に入られてると思うんだね、モブ。興味はない。フィレネに着いたら指示通りに動くまでだ。モブは褒めてくれないから嫌い。いっつもムスッとしちゃってさ。なんでこんなやつと組まされたんだろう。これならグリの方がまだマシだったよ。マロン様、モーブ様。何か報告。別の船にいたイルシオン兵2名が逃亡したとの伝令です。逃亡か。今回の作戦に思うところがあったのだろう。ああもういいよ、わざわざ追ってる時間もないし。後で捕まえて適当に処罰しといて。ですが、そう、逃亡した兵が紋章師の指輪を持っているということで。はあ、どういうことだ。お二方もご存知の通り、紋章師の指輪は万一を考え一つずつ別の船に乗せ運んでおります。しかし青き風空の指輪を乗せた船の兵が見張りの兵を襲撃し指輪を持ち去ったと。すでに何隻かは奴らを追っております。我々はいかがいたしましょう。離反した兵たちを追おう。指輪を持つとなると何としてでも捕らえねば。兵の名は分かっているのか。ロサード、そしてゴールドマリーです。オルテンシア姫の下僕だね。最近おとなしくなったと思ってたのに。腹には企みがあったようだな。行き先は分かっているのか。飛竜にてソルムの方角に向かったと。じゃあすぐに進路変更。ソルムの海岸に船を近づけて。せっかく一番乗りだったのに。
けたら絶対ただじゃ置かないよ。ここまで来れば大丈夫かな。うまくソルムまで飛べてよかったよ。ありがとうございます、ロサード。飛龍さんもお疲れでしょう。少し休んだらソルムに急ごう。無事にオルテンシアと交流できればいいけど、必ずこの青き風空の指輪を渡すんだ。はい。いたぞ、あそこだ。捕らえろ。もう追っ手が。なんだよそれ、早すぎる。逃げるよ、ゴルドマリー。すごい数の船、確かにフィレナに向かっているようです。私たちもこのまま国境を越えましょう。そうしたいところだけど、見て、この海岸にイルシオン兵がいる。またソルムに侵攻する気だったら潰すけど。攻め込むようには見えませんね。何かを探しているようです。神竜様、飛竜が一機こちらに接近。見つかってしまいましたか。迎え撃ちます。待って、あれはロサードとコルドマリーだわ。え、オルテンシア、無事だったんですね。オルテンシア、二人とも生きてて嬉しいよ。オルテンシア、よかったですね。こいつは神竜。武器を収めて、ロサード。私は今神竜様の元で戦っているの。お姉様も一緒よ。アイビー様も。信じていいの？利用されてるとかじゃないよね。ええ、王女としてあなたたちに誓う。私は自分の意志でこの軍に組みしているわ。イルシオンのためにそうするって決めたの。一緒に戦ってくれる？それが我が主の意志であれば逆らう道理は俺にはないよ。私もです。どの御旗のもとであっても、そこにあなたがいるのなら全力で戦います。ありがとう、ロサード。コルドマリー、武器を向けたことをお許しください。神竜様、あなたにこれを。指輪、まさか。運搬中に船から奪ってまいりました。青き風空の指輪です。ありがとうございます。二人ともすごいじゃない。頼りになってすみません。この力、きっとこの場を切り抜ける風穴となります。テーマのエンブレム。やっとあなたの元に戻れました。私は紋章師エイリック。世界から争いが消え、平和が訪れることを願ってこの剣を振るいます。頼みますね、エイリーク。この指輪は取り戻してくれたお二人のどちらかに託してもいいでしょうか？それならぜひロサードに。彼は私を飛竜に乗せて頑張って逃げてくれましたから。それを言うならゴルドマリーだって。でも今は遠慮し合ってる場合じゃないか。神竜様、指輪を託してくださるなら頑張ります。では指輪はロサードに。この場を切り抜けフィレネに向かいましょう。
指輪泥棒が逃げたのはこの海岸。そのようだな。行くぞ。
満ちてきました。少々歩きづらいです。飛んでくる時に見えていましたが、この海岸は潮の満ち引きが激しいようですね。可愛い私が無様な動きをしないよう見事な采配をお願いします。行きます。視線を感じた。硬そうで可愛くない敵が多いね。勝てるのかな。大丈夫です、ロサードさん。私の力を使えば守備の高い相手に強い攻撃を放てます。それからもしかしたら双子である兄上の力も使えるかもしれません。違えないわ。
任せて。花は美しく。お金の匂い。遠慮なさらず。はい、やってみせます。神龍様のために。ええ、三代目の意地よ。はい、軽いものだわ。瞑想していました。まだいけます。
これだね。
次の標的は。仕事したわ。Come on.
傷は癒えたのであった。私ね、
行きます。が戻ったよ。
気を出させたわね。エンブレム、エンゲージ。どうしましょう。あいつです。ここね、
れでいいの。
油断した。やるときはやりますぞ。どうもありがとう。手ごわいわね。行かないとなるかしら。やっこ
のために。豪華な杖をもったいないわ。安全です。
えちゃうわね。結末だった。よし、惚れてください。
あなたに敬意。花は散るものよ。
本気を出させたわね。行きましょう。
よっ、せい、戻ったよ。海岸にいる将兵が、あんたも気をつけるんだよ。これを持っておいき。
僕を怒らせた兵はどうなるか分かってるよね。あいつですね。はっ、うぅ、そら、やっ。はっ、惚れちゃいましたか。
は泥棒を追いかけてきただけなのに、こいつらもいるだなんて聞いてないんですけど。無に帰したわ。行きます。運命を変えます。助け出しするわ。まだですか。僕がこんなやつに。ここは引いてあげる。取り戻す機会も殺す機会もすぐにあるんだから。手向けをあなたに。貴殿たちと開口するとは。いや、あの者たちが主君のもとに向かうことは想像できたが。これが絆。
に。よっ、いたか。謀反を働いた兵は処罰せねばならん。行きます。どうぞ。はっ、待つよ。平和のためだもの。お先に。それ、はっ。やはり、な。この場では引き下がろう。いずれ、また。海岸から兵が退きましたね。マロンとモーブは取り逃がしましたが、これでフィレネの国境への道は開けました。先を急ぎましょう。あの船が全て上陸してしまったら、フィレネ王国は。ああ。さてと。おお。
ええ、さて、そうですね。いい海風ですわね、ベイル様。フィレネまではもうすぐですわよ。まさかセピアも来てくれるなんて。セピアはパパの従者だから、私に味方なんて絶対にしないと思ってた。心外ですわ。確かにソンブル様は私の主ですが、最近のあの方のご命令には思うところがございます。そうだよね。
パパは人を殺すことを何とも思ってないもん。でも私にも同じ血が流れてる。誤解されても当然なのかな。おかわいそうにベイル様、神竜に心ない言葉を言われたそうですわね。ルミエルを殺しただとか指輪を奪っただとか、身に覚えがないなら向こうの勘違いですわよ。ソンブル様の娘だということを聞きつけて悪く言いたいだけに決まっていますわ。私は決めてるの。命に変えても人を傷つけないって。だからパパの元には帰れない。この世界を滅ぼしたりなんかしない。素晴らしいお考えでございます。二人とも本当に私の味方をしてくれるのなら、みんなの誤解を解いた後私の兄弟を探すのを手伝ってくれない。おかしいですわね。ベイル様はソンブル様の唯一の巫女、ご兄弟などいらっしゃらないはずですが。いいえ、いるわ。一度だけ会ったことがあるの。これを見て。まあ美しい宝石ですか。まるで流石のようですわね。本物の流石よ。千年前私の兄弟は泣いてる私に石をくれて言ったの。共にいることはできませんが、私はあなたの味方です。辛いことがあれば思い出してください。この石が砕けない限り私はどこかで生きていますからって。石はこの通り今も砕けていないわ。おい、どういうことだ。お姉ちゃんは今も生きてる。だから会いたいの。会って話がしたい。どうしても。もしお姉ちゃんも平和を望んでいるのだとしたら、パパを一緒に説得してくれるかも。セピオ、すみません少し驚いてしまって。わかりましたわ、ベイル様。フィレネで用が済んだら次はその方を探しましょう。ありがとう。ずっと一人で探してたからすごく助かるよ。ベイル様、フィレネが見えてまいりましたわ。お話も一段落したことですし、気分転換にご覧になってきてはいかがです。ソンブル様の巫女に生き残りがいるですって。そんな話聞いてないぜ。私もよ。ソンブル様の子は死んだはずだもの。全員千年前の戦争で、一番幼くて戦えなかったベイル様以外は全滅したわ。私は見ていたもの、一人ずつ死んでいくところ。いいえ、でも待って、まさかそんな。心当たりがあるのか。確信はないけれど、この推測が当たっていれば大変なことになる。確かめる価値はあると思うわ。何にせよこのことを今のベイル様が眠る前に聞けてよかったな。ええ、フィレネについて真実を知ればもう二度と目覚めることはなくなるのだから。いいでしょうか。
ロサード。あ、神竜様、俺の絵見てくれました？はい、森の奥深くにある枯れた井戸、一筋の陽光が差し、そこに咲く一輪の花、暖かさと荘厳な雰囲気が合わさった、とても見応えのある絵でしたよ。でしょう、見栄えバッチリでしたよね。あの風景を探すのに何時間も森をさまよったんですから。でもそんなに褒めてくださるなら、苦労してよかった。見栄えのいい風景を描き、それをここにいる仲間たちに見てもらう。ロサードの趣味は素敵ですね。次の作品も楽しみですよ。本当ですか？嬉しいな。そんなに期待されちゃったら、次はもっとすごいのを描いてこないと。そうだ、神竜様も手伝ってくれませんか？今度狙ってる風景が険しい場所にあって、一人だと少し難しいかも。もちろん協力しますよ。やった、ありがとうございます、神竜様。神竜様、お弁当のお味はいかがでしたか？とても美味しかったです、ありがとうございました。あの神竜様、よかったらこっちを見てください。あ、はい。あ、目が合いましたね。私の素敵な顔を見ていますね。魅惑的な顔面を持っていてすみません。そんなに熱視線を注がれると。ん？あ、注がれていませんね。神竜様には私の色気が通じないのでしょうか。よし、ここは気を取り直して耳元でささやいてみましょう。神竜様、私幸せです。素敵な神竜様にお弁当を食べていただけて。私も幸せですよ、ゴルドマリー。ああ、そうでしょう。やっと落ちてくれましたか。ええ、ほっぺたが落ちました。あの肉料理の作り方、ぜひ教えてほしいです。ええ、教えますけれども、なんだか悔しいです。オルテンシアの表情いただき。え？何よロサード。じゃん、似顔絵を描いたんだ。素早く絵を描いちゃう俺の得意技。ほら、鏡に映したようにくっきりとオルテンシアの綺麗な表情が描かれてるでしょ。何よこれ、ぼーっとしてて全然可愛くないじゃないの。私としたことが不覚だわ。ちゃんと表情を作るからやり直して。そうかな、
このオルテンシア、いい感じだと思うよ。何言ってるのよ、こんな表情。私っぽくないんだから。はい、これが完璧な決め顔。もう一度似顔絵を描きなさい。さっきの顔の方が良かったのに。つべこべ言わない。これは王女命令よ。はいはい、もう一回描きますよ。これでいいんだね。いいじゃない、ありがとう。あ、さっきのぼーっとした似顔絵は捨ててよね。あんなぼーっとした顔が後世に残ったら松代までの恥になっちゃうもの。そうかな。しかし、失礼します。よく眠っていらっしゃいますね。見慣れた寝顔も素敵ですけど、そろそろ起きていただかないと。クシュクシュ。神龍様がお目覚めになりました。なんちゃって。少し懐かしいですか。おはようございます。
あ、そうね。どうも。